滋賀の古いものや珍しいものを探して回るココホレヴィンテージ。今回は彦根市南川瀬町にあります古川古物店さんに行ってみたいと思います。ここはね、あの昭和レトロの店ですね。20年、30年、40年代までのものですね。おすすめはそれでやっぱりいろいろカルピスの看板とかこういうのね。まあ、あのこれは主に関東の方のね、東京のね、品物ですけど、わしらの子供の頃やで 4,50 年前やな、まあ、絶対ほとんど手に入らんもんですわ、この色看板いうのは。大体カルピスは白看板ですよ。これが通常よく通常の出回ってる、はい、田舎でも。これがこの色看板いうの、これのはもう東京の品物ですわ。これ下の丸看板、この赤い、はいはい、木看板ね。これもカルピスの黄色ですわ。いや当時私らはこの白看板しか知らなんだでね。そうなんですか。はい、子供の頃はもう田舎ではそんなん来てれませんでしたで。大人になってから探したら赤とか黄色とか。そうそう、赤とか黄色とかあったりのね。これも看板の大きさにもよるので、まあ、数万円はします。滋賀にまつわるのはもうこの大見鉄道のバス停の看板ぐらいですね。時代は どれぐらいちょっとわからないんだけど、何年かいっぺんこういうあの廃棄物というのか、バスとか電車の、まあ、あの即売会みたいありますよ。9時頃からあって、その時からいろんなもう「はいどうぞ」になったらバーッて走って入って、あの20代30代の子も結構いますわ。マニアバスとか、バスとか電車のね、8000円がほんなもんやな。あ、なるほど、8000円。うん、これは案外安い方やった。あ、なるほど。あの高いのは1万2万のもいろんなもんも売ってあるけど、もうここまでのわしマニアちゃん高い。当時の古い漫画の方の付録な。少年画報とかな、はい、こういう本がな、うん、これの付録ですね。やっぱチャンバラもんが多いな。これの材料とかね。うん、これ東京行ったら3000とか5000、いや、前のやったら1冊1万円ぐらいで買えるとか。これ1冊1000円から3000円ぐらいな。これはね、あの綿子ですけどね、はい、あの男の子がよく遊んだこのサイズが普通やけどね、はい、これはちょっと大きいあれでね、もうこの辺で売ってませんでしたわ昔。あ、もう都会行かん。あ、もう東京とかこの辺だけどね、この大きいのは。これは角綿子ですね。これは角綿子って、はい、自分で切り取るタイプ。切り取ってね、あの今もこういうのが出てるけど、今紙質が違うわ。今のはこんな段ボールみたいな紙で作ってないでな。今のはもうツルツルや。うん、でも見たらわかる。
今のは。で、絵も違うしね。大体、まあ、100円から300円ぐらいまで。これでやっぱ3000円はするな、最低。あの大きいのはもうな数あらへんで。この辺から出てきても全部つこたるやつやで、全部汚いわな。この普通のやつ。こんな大きいの皿のはまず出てこない。